浅井さんと絶叫を克服しよう、イエーイ。あっちそっちそっちです。そしてこんにちは、佐々木浅井です。はい、というわけで遊園地やってまいりました。はい、浅井さん、絶叫超苦手ということをお伺いします。超苦手、なんでオッケーしちゃったんだろうということでですね、はい、今回僕絶叫全然大丈夫なんですよ。マジで、まあ、かっこいいんで僕は。かっこいい男なんで、絶叫苦手な朝日さんに一緒に絶叫克服しようよっていう企画でございます。なので何回か乗ります、絶叫マシン。本当に、はい、まあ出始めにこちらのクレイジーヒュー。やばいよこれ、はい、こういうの一番ダメなの私。大丈夫ですか、ここの時期。いや全然大丈夫じゃないですよ。大丈夫です、僕がいれば大丈夫です。じゃあ委ねるよ。大丈夫ですか。ということでまず第1回目乗っていきましょう。はい、頑張るぞ。じゃあ一旦向こう行く。向こう、はい、はい、というわけでいろいろありましたが、はい、まあ、気になる方はですね、朝日さんのチャンネルをチェックしてください。ぜひ。はい、はい、ということで問題です。はい、バンデットと言われる、はい、超速いジェットコースターです。もう多分この遊園地上で一番怖いやつかな。はい、すごい長さ、しかもで、聞くところによると人生で乗ったことがないみたいな感じで。ないです、はい、ないです、無理だから。もうなんかダメダメになっちゃう。僕がちゃんと押すことしてますんで、はい、はい、早速並びましょう。並びましょう。はい、バンデット、スタート。さあ、先生、ロマンティスターリバーグって。はい、というわけで浅井さん、どうでしたか、初めてのジェットコースターは。思いのほか何度も落ちたからさ、めちゃくちゃ速かったですよね。めっちゃ速かった、はい、全然景色なんか見る余裕なかった怖かったです。はい、まあ次はですね、こちらのモモンガと言われる、はい、まあ、アトラクションなんですけど、はい、これは1回転します。1回転する。1回転しますね。どんどんレベル上がってない。まあ2回目ですから大丈夫ですよ。そうだね、そうだね。はい、はい、じゃあ頑張りましょう。2回目なんで、2回目なんで。お待たせいたしました、中大です。いや、お、あ、これね、これこれ、これ。頭はちゃんと、なんか嫌な、嫌な登り方だね。横だ、めっちゃ怖いですけど、横だ、横だ。あ、あ、でもさっきより全然、さっきより大丈夫になった。あ、よかったよかった、よかった。分かりました、さっきよりが楽しめた。全然違った、痛かったし。いやー、終わりました。2回目どうでした。いや、なんかさっきより余裕があった。あー、よかった。で、隣で乗ってても結構キャーとは言ってたんですけど、なんか楽しいキャーみたいな。うん、結構もう克服してるとは思いますよ。そうかな。そう、3回目絶対余裕です。3回目行くの。3回目上になし。びっくりした、びっくりした。1回で十分です。はい、はい、ということで、今回恐怖を克服したんですけど、はい、まあ、まだまだこれから克服するものがあるんで。マジで。はい、次の企画で、それやっていきましょう。
それではこの動画面白かったら高評価コメントよろしくお願いします。それではまた次回お会いしましょう。またねー。